名古屋市中川区の私立八幡中学校。午前8時10分、ミーティングを終え、先生が担任の教室に向かいます。それは全然構わないので、また作ったら教えて。はい。そして、毎朝のホームルーム。明後日からのキャリア学習の準備をしたいので、担任の先生が話しますが、このクラスの担任の先生の名前を教えてもらってもいいですか。土屋先生と加藤先生と高橋先生と牧先生と吉田先生です。担任が5人もいるって一体どういうことなんでしょう。実はこの中学校、昨年度から一般的な担任制度を廃止し、全国的にも珍しい担任チーム制を導入しているのです。3クラスを5人の教師が担当、週替わりで担任するクラスをローテーションします。そのわけは教師の長時間勤務解消のためです。依然として長時間勤務の教師が多く、引き続きまして、この取り組み、しっかりと加速をさせていく必要があると認識をしております。以前から問題となっている教師の長時間勤務ですが、文科省の最新調査によれば、中学教師のおよそ 77% で国が定めた上限の月45時間を超える残業をしていました。いまだ8割近い先生が過剰勤務をしている実態が浮き彫りに。これは文科省が取りまとめた教師の仕事一覧。事務作業や校内の安全点検、地域の人への対応など、仕事は膨大です。この週、3年 C 組の担任をしていた土屋博樹先生。中学校の先生のやる業務ってやっぱり多いんですか。明らかに多いと思います。まず日々の授業に本当はみんな力入れたいんだけど、そこまで準備する余裕がないぐらいいろんなことが降りかかってきてるので、書類作りに時間を追われたりとか、あとこういう修学旅行の保護者に向けた紙とかでも作って、管理職とかにも見てもらって、で直して出したりとか。子どもたちと向き合う以外の業務も山積み。しかし担任チーム制の導入後は、平均して月に10時間も残業時間が減ったといいます。一人で自分のクラスだけやってると、授業後にあれこれある中で保護者に電話したりとか、6時7時電話ってよくあったんですけど、今だともう動ける人がやるので、なんか4時ぐらいに職員室戻ったら、あ、もう電話しときました、ありがとうみたいな、こんな指導早く終わるのみたいな。3クラスを5人の教師が担当することで、2人の教師が担任を外れます。この2人が書類作成や保護者対応などの雑務を分担して行うため、一人一人の負担が軽減される仕組みです。ここから何の時間？ご飯ですか。昼食からご飯ですか。はい、で今日はちょっとランチルームで食べるので。この週担任を務める C 組の生徒と一緒にランチルームで昼食をとります。これなんか学校が落ち着いてるけど、揉め事とか起こるともうその対応で終わっちゃうんで、様子見ながら食べたりする。お昼ごはんですか。お昼です。一方、この週担任を外れていた加藤龍太先生、昼食中も職員室でパソコンで事務作業。ちなみには何の作業というか仕事でした。
ですね、これは、教育委員会へのからの調査ですね。はい、事務作業ですね。そうですね、はい。こうした分担ができることで格段に楽になったといいます。この空きの週があるっていうのは、はい、先生からするといかがですか。最高ですね。担任の時はとにかくまず教室に行ってみたいな感じだったんですけど、そういう週があると、あ、この週にこの仕事をまとめてやろうとか、空いた時間が多くできるので、それは、はい、ありがたいです。東京の例を参考に担任チーム制を導入した高橋幸男校長。この制度で生徒にも変化が起きているといいます。自分たちでクラスを作っていこう、自分たちで行事を考えていこうっていう思考に生徒たちがなっていくので、主体的に思考するっていうことが最大のメリットだと思います。進路相談をする先生は学年担当の5人の中から生徒が選ぶようになっています。学年全体でいろんな先生と関われるのはいいなと思います。先生によって合う合わないとかも人間同士だからあるんですけど、そういうのを気にしなくてよくなったので、学校に来るのがちょっと楽しくなりました。しかし担任チーム制にして負担を減らしたことで改めて浮き彫りになったことが。午後4時、部活の時間。オッケー、ちょっとゲームやろう。男子とゲームやろう。5人組んで。土屋先生はバスケット部の顧問ですが、俺4時半から帰りが。名古屋市は教師の負担を減らすという名目で部活の顧問を外部に委託しています。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。平日ほぼ見えないから1年生のプレーを1ヶ月も見てない。部活も生徒と向き合う大切な時間と考えている土屋先生は、残念ながら僕部活大好きなのに、こう部活に来る時間を選んじゃうと、もう仕事が、まあ、回らない、残業時間に収まらない、授業削れないし、学年のいろんな子供たちのことも削れないから、結局部活を削るしかない、苦渋の選択、をさせられてるので、外部委託を部活の顧問ではなく事務作業などにできないのか、そんな思いも。3クラスを5人で見ること自体、そもそも仕事が多すぎることの裏返しといえ、さらなる外部委託やなくすことはできないのかを聞いてみると、資料の整理、それから、学校行事や式典などの、準備の補助、こういったものをですね、するスタッフの方を配置しておりましたり、基本的に各校、1人ずつで今年の4月から増員もしたりですとか、先生たちの業務担える部分はそうした方にも担っていただくような。生徒と向き合うことが教師本来の仕事、その基本に立ち返っての学校改革が必要なのは言うまでもありません。